それでは、臨時の記者会見を始めさせていただきます。市民の皆様にお知らせをいたします。本日、熊本市内で21例目、県内では26例目の、新型コロナウイルス感染症の患者の方が確認をされました。この方は、東区にお住まいの70歳代の女性で、職業は無職です。昨日発表をいたしました20例目の方の配偶者です。4月8日に咽頭痛があり、4月9日朝から熱っぽさを感じ、その後も熱が続いたということであります。また昨日の同居ご家族の配偶者の方の感染確認を受け、本日保健所にて検体を採取、PCR 検査を行った結果、13時39分に陽性と確認されたものです。なお、過去1ヶ月の海外への渡航歴はありません。現在、感染症指定医療機関へ入院する準備を進めております。なお、基礎疾患、行動歴等については現在調査中であり、分かり次第改めてお知らせをいたします。また20例目の方については先ほど県知事の方から発表がなされた通り、県と連携をして調査に当たってまいります。ご不安のある方、またこの症状等があられる方はぜひ帰国者接触者相談センターにご相談をいただきますようお願いをいたします。24時間体制で受け付けております。改めまして市民の皆様にはこうして連日連続をして感染者の方が確認をされております。引き続きこの外出の自粛については強くお願いをしているところでありますけれども、やはりこの動かないことによるですね、この感染の拡大を減らすということが一番でありますので、その点をよろしくお願いしたいというふうに思います。私の方からは以上です。はい、どうぞ。女性の症状、現在は軽症、重症ですか？現在は、軽症ということですね。熱っぽさがあるということで、で、咽頭痛ですね。咽頭痛のみと熱ですね。微熱ぐらいで下がってらっしゃったということ。朝の時点では微熱ぐらいであったと。で、今入院の準備中でありますので、これからまた入院はもうできた、はい、あ、じゃあ入院をされましたので、今から、症状等についてまた確認をさせていただくということになりますが、症状は、軽症であるというふうに、で結構です。現在のところですね。はい、濃厚接触者は現在は調査中でしたけど、はい、拠出している家族はこの奥さんと感染確認された医師の男性の2人ぐらい。そうですね、お二人ということで、はい、結構です。改めて確認なんですけど、はい、先ほど知事の会見で有明の県庁からも感染者が出たと伺いましたが、この、うん、はい、女性は26人目ということですか？はい、26例目で、有明保健所の方よりも、早くこの感染が確認をされていますので、26例目ということになります。で、有明保健所の方は私もちょっと承知しておりませんが、ちょうど知事の会見で、そういうお話が出たということで、私の方からは私の方に情報が入りましたので、それで確認をしたということでございます。詳細については分かりません。はい、はい、どうぞ。はい、20例目の方はかなり呼吸の状態が、厳しいというふうに伺っておりますが、どういう、治療を今やっているかということについては、ご本人とそれからご家族の、同意が取れておりませんので、ここでは公表は控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても重症の状態であるということでございます。
はい、どうぞ。今の関連なんですけども、重症者の定義としては、人工呼吸器をつけているか、集中治療室にいるという状態なので、はい、そうですね。まあ、人工呼吸器をつけてらっしゃると捉えてよろしいですか。まあ、そういうふうな捉え方をされても構わないと思いますが、その点については、ご本人ご家族の、まあ、ご本人は もちろんその重症ですので確認が取れてないということでありますけれども、発表控えてほしいということでありますので、その点については控えさせていただきたいと思います。重症者の定義の中には入ってらっしゃる。そういうことですね。はい。ただどういう治療なりどういう手段を使っているかということについては控えさせていただきたいということです。はい、どうぞ。感染症指定医療機関に入院されているのをされたということなんですが、はい、これを市内のということですか。そうです、熊本市内の感染症指定医療機関です。でまだ病床数は確保できる。まあ、重症の方、それから中等症の方、それから軽症の方といらっしゃいますけれども、当然その感染症の、まあ、指定医療機関のその中でですね、やりくりを今しているという状態であります。ですから、その隔離した状態の中でですね、皆さん、まあ、それぞれですね、入っておられるという状態だということです。今日市長はツイッターの中でもう満杯になられたとして、この方が出る前の状態だと思うんですけど、はい、それでもですから軽症の方について、例えばその、病棟の方をですね、少しこう移動していただいているという状況がありますから、重症の方はそういう、処置ができる感染症の、まあ、病床ですね、こちらの方に入っていただくと。で今、重症の方とそれから中等症の方がでほぼいっぱいに今なっている状態ということでありますので、まあ、今後ですね、新たに重症の方が、出た場合には非常にその辺の、まあ、やり取りが難しくなってくるという状態に今あるということでありますので、感染者をこれ以上広げないということが非常に重要になってくると思います。また軽症者の方あるいは症状なしの方で今入院されている方々をですね、今県の方で調整をしていただいて、で他の医療機関なりあるいはまあ宿泊施設ということも知事の方は今記者会見等でおっしゃったようでありますけれども、まあ、そういったことで今調整をされているということですので、この辺は急ぎやっていかなければ、この20例目の方が、まあ、勤務されている、人吉の方の病院の方の関係の方でもしですね、いろいろな重症の方が出てくればですね、この熊本市内の感染症指定医療機関で受け入れることが現在の場合できないということになりますので、まあ、そうしたことにも影響してくるというふうに思っております。はい、どうぞ。県の発表ではですね、濃厚接触者が24人、はい、そのうち12人に有症状があるということだったんですが、はい、市に住んでらっしゃる方というのも含まれているかどうか情報はありますか。まあ、ありません。ですのでもし熊本市内に住所があり、在住の方がいらっしゃるとなれば、まあ、私どもの方に県の方から連絡が入るというふうに思っております。今のところはまだ入ってない。うちで使っているだけ、今ここで分かっているだけ以外は熊本市内の方いらっしゃらないというふうに思います。だ今後もし濃厚接触者なり接触者の方を県の方が県の保健所の方で調査されるでしょうから、調査される中で判明次第こちらの方に連絡があるというふうに思いますので、まあ、その辺は現時点ではないということです。はい、はい、どうぞ。昨日感染確認されたこの女性の配偶者の男性ですが、はいはい、昨日の段階では職業が調査中なんですけど、その職業が分かったのって今日になってから。これはですね、今日、これは県の方の確認をしておりましたので、
県の方で発表をされると、あの県の保健所の管轄でもあるのでですね、まあ、そういうことでありますけれども、昨日の段階で昨日の夜中に分かったんですかね、そうか、あの配偶者の方から確認をして、その確認が取れたと、それで県の方に話をして、そして県の方で確認をされたということで、そしたらあの勤務されてる先が熊本市内ではないもんですから、県の方でその確認をして発表されたということです。はい、どうぞ。21例目の70代女性は、はい、朝からの熱が上がって、その後熱が続いたと。高い時でどれぐらい熱があったとか。あの熱の状況についてはですね、ここでは分かりますか、はい、一番高い時で38度出たというふうに聞いております。よろしいですか、はい、どうぞ。この日から熱がずっと、まあ、今微熱とおっしゃいましたけど、まあ、今までずっと続いていらっしゃるということでよろしいですか。ちょっと解熱剤で下がった時期もあられるみたいなんですが、本日はちょっと解熱が、あの薬を、あ、まあ、ご主人があのお医者さんだということで、おそらく薬解熱剤を飲まれて一旦下がったということですね、はいはい、ですが今は、熱が、まあ、微熱の状態で、まあ、今おそらくまたあのこの指定医療機関の方であの検査なりあの確認をしていると思いますので、まあ、その結果はまた、後で分かるというふうに思います。はい、はい、入院される前は病院に行かれたりというのは。あの病院にはですね、あのかかっておられません。それで、ただあのこの方の行動歴についてなんですけれども、21例目の方はですね、ご主人の方を、迎えに行かれて、あ、これですかね。あ、これありました、ありました。はい、ありました。経過なんですけれども、4月の6日月曜日にですね、いつもあのご主人をあの人吉の方まで送って、であの、まあ、勤務されている状況があって、で月曜日に行って、で木曜日にお迎えに行かれて、というようなあの行動パターンだということはあの確認をさせていただいています。それで4月の9日、ご主人を車で迎えに人吉の方に行かれてるんですが、ご主人が、まあ、あの人吉の方に残られたということで、帰宅をされています。でその際、ショッピングセンターに立ち寄られているということが分かっていますが、その、店舗なり、何なりということについては今保健所の方で調査をしているという状況です。熊本市内の、はい、ショッピングセンターでいいのかな、はい、そして、11日の日、あ、ごめんなさい、4月10日の日ですねは、自宅からはあの出ておられないということ、そして11日の日にですね、また買い物をですねに行かれていたということです。で、それもあのおそらく、そのショッピングセンターということだろうというふうに思いますが、それとあとは、ドラッグストアに寄られているということが分かっております。ですので今この関係者の方に保健所の方から当たりまして、こうしたところで症状のある方がないかということを今確認をですねこれからあのさせていただくということでございます。こちらの確認ですけど、ドラッグストアも市内のドラッグストア。そうですね、はい、両方とも市内です。
ですからまあ日用品を買われたりしたというふうに考えられます。それから20例目の方の昨日発表させていただいたこの医師の方の行動履歴についてある程度分かったことをお伝えをさせていただきたいというふうに思います。県の方でもすでに発表されていると思いますが、6日の日の月曜日には、病院の方ですね、の方に人吉の市内の病院の方に勤務をされ、そして、その後ですね、10日の日にですね、熊本の方に人吉の方から移動をしてこられていますが、この移動手段が確認ができていません。そして、夜に呼吸が厳しくなったということで、医療機関 A の方にですね、行かれて、そして、検体を採取してということでございます。で、あ、ごめんなさい、それは10日ではないですね。10日は違うんだよね。行かれたのは11日の日ですね。で、ごめんなさい、10日の日は呼吸が苦しくなったけれども、自宅に帰られてるわけですね。で、11日の日、ごめんなさい、土曜日に、朝、これは朝かどうかわからない、あ、朝ですね、午前中ですね、市内のゴルフ練習場に行かれています。で、これはタクシーで行かれています。で、ゴルフ練習場は市内のゴルフ練習場ということまで公表をさせていただきたいというふうに思っています。それでタクシーでここまで行かれまして、でタクシーの会社名、それから運転手さんは保健所の方でつかみましたので、現在 PCR 検査に向け準備中ということでございます。それからその後また戻られて、午後も、またタクシーで、ゴルフ練習場の方に行かれたと。で、その後一旦帰宅をされ、たんですかね、これは、はい、一旦帰宅をされて、その後17時ごろタクシーで、医療機関 A に行っておられるということが分かっております。で、この間のタクシーの乗車の履歴等は全部保健所の方で今確認をし、運転手さん、ドライバーの方については全て自宅待機、それから PCR 検査待ちというような今状態であるということをお伝えをさせていただきたいというふうに思います。はい、大体発表することは以上です。はい、確認なんですが、6日から10日は、うん、はい、人吉の方になんかアパートなんか住宅というか、おそらくそれは病院の方の何か宿舎なり何なりが多分あるんだろうというふうに伺ってますけど、そういうことでいいですかね。はい、あとごめんなさい、人吉の方のことについては県の方にお問い合わせをいただければというふうに思っています。はい、どうぞ。市内のゴルフ場なんですけど、練習場、この練習場はこれは公表とかはまだ確認になっていない。はい、そうです。はい、どうぞ。熊本市の関連でいうとどれくらいの濃厚接触者がいるっていうふうに見てますか？今のところは、このやはりドライバーの方ですね、車に乗ってる時間も含めてどのくらいかということも含めてちょっと今確認をしているということはあります。やっぱりその車の中で、過ごしますのでですね。で、ただ移動時間、乗車時間からすると、そのどのくらいかなと、一番やっぱり気になるのはその、ご自宅の東区の自宅から時間としてはちょっと長いということになるかなというふうに思います。で、それ以外の今の濃厚接触者として熊本市内に限って言えば、配偶者の奥様がもう濃厚接触者ということでいいんですね。はいはい、ですので、濃厚接触者という定義では今1名ということになります。で、それ以外のタクシーの運転手は、おそらく接触者という
ことになるのではないかというふうに思っています。ですから熊本市内での接触は今のところまだ、今行動履歴まだ他にもいろいろお聞きしておりますけども、ご本人がちょっと今そういう重症の状態ですので、あまり細かいことが聞けませんので、まあ、配偶者の方であるとかに今確認をさせていただいているというような、まあ、こういう状態でやります。タクシーの運転手さんだけでどれくらいになるんですか。3名ですかね、3名ごめんなさい4名5名 5名でいいですかね、はい、はい。はい、呼吸状態が厳しいっていう表現を今さっき言ったんですけど、厳しいっていうのはまあ、どういった、まあ、息苦しいということですよね。ですからそういう、まあ、さっき言いましたけども重症の定義の中に入るような、まあ、そういう、状態でいらっしゃるということです。今日の自身、はい、どうぞ。これゴルフ練習場に行かれたというのはですね、いわゆるその本当に文字通り行ったってだけじゃなくて、つまり練習に行かれた、はい、練習をされているということです。あと VTR の感染症の病床はまあほぼいっぱいということなんですが、はい、なんか何床中何床が埋まっているんでしょうか。8床、はい、専用病床であれば8床、専用病床であれば8床ということですね、はいはい。そしてそれ以外の、今感染症 その、病床として20、今予定しているのはまだ全部ちょっと細かいところ確認します。まあ、つまりどういうことかというと、その専用のそういう例えば重症の方が入られるところが、まあ、8床あるわけですね。熊本 の、 感染症指定医療機関で、それはでそこに、まあ、重症の方が次々入っていられますが、今までは軽症の方も、この中にまだ人数が感染者の数が少なかったので、この中に入って、管理をしていたわけでありますけれども、どん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 やっぱりこう感染者の方が増えてきて、重症者の方それから中等症の方がこう出てきたので、それ以外 の、 その隔離されている病棟のところにですね、軽症者の方あるいは症状のない方は移っていただいて、そこで厳重に、まあ、動線も区切ってですね管理をしていると。でその病床がまだ8床以外にあるということです。それが確か28だったような気がするんだけど、そこの数はもう一回確認をさせてください。ですので今、感染症の病床、感染症病床っていうのをがいっぱいであるというふうに私がツイッターなり何なりで発表させていただいたのはこの8床の部分です。ですから重症の方は今重症の方と中等症の方ここの中に入っておられますけれども、まあ、今後重症の方が増えれば中等症の方はまた違う病床に移っていただいて管理をするということになりますが、そうなると非常にもう新たな重症の感染者の方が出てきた場合には、まあ、県内でもなかなか対応がしにくいという状況になってくると、まあ、そういう厳しい状況があるということをですね、市民の皆さんにはご理解いただきたいと。はい、単純ですが、その、まあ、軽症を無症状の方が入れている病棟って今まで使ってなかった病棟ですか。そういうことです。まだ余分があった病棟ですか。そういうことです。ですからそこは一般の方も入らないような形でですね、隔離ができるということでそこを運用しているということであります。あと県がいろんな病院にこう協力を求めて対応しているということは、はい、はい、まだその話は伺っておりません。ですので今後それを急いで、体制を作らなければ今後県内各地でですね、今、有明であるとかそれから、まあ、今後、まあ、今のところはまだ感染者は県南の方で出ていませんけれども、この新しいそのまあ、この20例目の方の勤務先でもし、PCR 検査で陽性の方が出てきた場合にはですね、その方々を受け入れをどうするかということは県の方と調整をしなければならないというふうに思っています。ただここは県市で専門家会議それから
そういう連携のですね、枠組みを作らせていただいてますので、ここで調整をすればですね、十分に対応できるんではないかなというふうに思っております。確認なんですか、いただいている最新の資料だと中等症が3人いらっしゃって、はいはい、重症者が3人いらっしゃって、うん、8床のうち6床埋まっているっていう、6床が埋まっていて、今新たに20例目ですから、20例目で6床ということですね、はい、6床はもう埋まっているという状態ですね。ですから、いずれにしてもその重症、それから、中等症、それから軽症者の方、無症状の方ということで、今はこのレベルでまだ数が収まってますが、これ急にやはりお隣の自治体でもですね、増えてくればですね、ものすごく急激に医療が足りなくなるということになりますので、ですから皆さんにはもうとにかく移動をしないでください、接触をしないでくださいということをお願いをしています。もうとにかくかかってしまったら、なかなか十分な対応が取れない状況がこの熊本でも今起こりつつあるというですね、そういう厳しい状況をぜひ市民の皆さん、県民の皆さんには持っていただきたいというふうに思っています。私は何も大げさにいろんなことを言ってるわけではなくって、これは東京の事例等々見ていてもですね、相当強い危機感を私自身は持っております。ですので市民の皆さん、いろいろなご事情があって移動される場合はあるというふうに思います。あるいは勤務の状態もあるかと思いますけれども、やはりここはですね、多くの方がもう今感染がこの熊本でも広がっていると、毎日記者会見をしているような状況だということであります。これが今一桁であるから、お一人とかっていうことであるから今はまだこれで済んでいますけれども、これが来週再来週となってきた時にですね、感染がもし首都圏あるいは大都市圏でですね、発生をした場合にはもうこの熊本でも大変厳しい状況になると、あまり市民の皆さんを脅かすようなことは私は申し上げたくないんですけれども、ただ今私自身がこの体感として考えているのはもう増えてきていると、リンクなしの感染者の方も出てきてますから、そしてこれ熊本市内だけじゃなくて結局熊本県内にもう広がっているということを考えますと、非常に皆さんには危機感を持っていただきたいというふうに思います。ですから我々としてはできるだけ早め早めにですね、いろいろな対応をですね、厳しめに取ってきたということですね。レベル3の、リスクレベル3のレベルであってもリスクレベル4に相当する、そういう、対応を、これまで取ってきたということが、なんとかですね、効果が出ればなというふうに私自身は思っています。やはり厳しめにやっていくことの方がですね、感染症を抑えていくにはですね、非常に有効であるということは、これは専門家会議の原田座長の方もですね、おっしゃってるわけでありますから、できるだけそういう形でやっているということでございます。ですから先週よりも普通はもう少し落ち着いてきたなとか言えればいいんですけど、どう考えても悪化しているというふうに考えざるを得ない状況に今なっている、そういう厳しい認識を私自身は持っておりますので、あとは市民の皆さんにですね、どれだけご理解ご協力をいただけるか、やはり外出をもう極力避ける、そして外出をして帰るときには手を洗う、それから外出するときには当然マスクをする、いろいろなですね処置をやっていただくということ、私はどうもないんだと、体は大丈夫なんだというふうに思っておられる方が急激に悪くなるというのが今回この新型コロナウイルスの怖いところであります。ですのでその点についてはぜひですね、皆さんには強く認識をしていただきたいというふうに思います。他によろしいですか。以上をもちまして、記者会見を終わります。
はい、どうぞ。